皆さんとプルタブを集めて、それを車椅子に交換し、県に3台、
全部出しに移動することができました。イエーイ。はい、そして4つ目は群馬県の名産品や観光地の PR です。群馬のいちご、キャベツ、温泉、世界遺産などの PR ソングを歌って群馬県の魅力を全国に発信しています。イエーイ。はい、そんな活動が認められて赤木のアイドルプラス群馬特使として皆さんご存知の高山秀幸さん、井森美幸さんともに群馬県を盛り上げているアイドルグループです。皆さん今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。というわけで今回はまったんが一日駅長を務めました。まっ、朝から駅長されてますけれども、どうですか？そうですね、足元の悪い中たくさんの皆さんが朝からオープンの列で並んでいてですね、本当に待ち望んでいたイベントです。なんとこのイベント5年ぶりの開催ということで、ね、こちらではおなじみのイベントだったと思うんですけど、やっとコロナ明けでこうやって大々的に開催することができて、そんな中一日駅長をさせていただいて本当に私も嬉しいです。イベント盛り上げられるようにこの後も頑張ります。はい。というわけで、はい、じゃあここからはそんな5年ぶりに開催されるこちらのイベントを、はい、盛り上げるべく皆さんと乾杯する曲をやりたいと思います。また曲振りいきましょう。それでは皆さん最後一緒に乾杯してください。メロンソーダに恋をした。